京都イルギオットーネ代表の笹島シェフ、食彩の王国のどぐろの撮影では大変お世話になりました。今日は対馬で水揚げされた赤浜鯛特を京都に送っています。若さの愚痴もいいですけど、対馬の赤浜鯛のいいところもぜひ引き出してください。よろしくお願いします。